せ早くってバーンてめえがやってみろって帰ったからそのまま引退まで伸びて投げれなくなっちゃったな大木田中アスリートチャンネル栗橋さん今生きてらっしゃる生きてる生きてる、ね、俺より一回り上で生きてる今どうしてらっしゃるか栗橋さんあの藤寺でスナックシャムスをカラオケスナックシャムスを経営してるよ、駅前でやっぱ体操してね、うん、体操さんの栗橋さんって近鉄の名プレーヤー知ってます、ね、いやちょっと存じ上げないです、ね、そう伝説の4番というねこれを金村さんが話すとめちゃくちゃファンの方がいるんですよ、うん、栗橋ファンがいるんですよそりゃそうよ駒田東京から近鉄に来ていまだに、藤寺の駅前住んで標準語独身独身独身、うん、伝説歩く伝説ジージー佐藤より面白いかもしれんな。喋りもいけるんですか。喋りはもうダメ。一目お会いしたいですね。会ってみたい、ね。会ってみたい。いやすごいです。再生数もすごいですよ。そうなんですよ。俺なんて若手の時サード、栗さんレフトのレギュラーで、大木さんがまだあの守備コーチだから、レフトの中に。カットまで返せ早くってバーンてめえがやってみろって帰ったりてめえがやってみろってグローブ叩きつけて帰ったり本当に帰っちゃうんですか帰るから、ね、ウエイトトレーニングしたことないのにこのヘラクレスナチュラルでナチュラルナチュラルでナチュラルでナチュラルでトレーニングだってウエイトトレーニングなんかするあれがないんだからナチュラル入団した時からヘラクレスだから栗橋さんっていうのをや今のままやりたい大体ね雰囲気は長州力さんと同級生同じ体つきしてるそんな感じなんですかそんな感じ同い年だから70、うん、俺が50から71かな今年すごいんやそうなのタッパもあるんですかタッパはそんなないけどあヘラクレスというほんと長州力さんと被るぐらいの右打ちなの左4番バッターへーその時はやっぱり西武と近鉄の広岡監督対岡本監督の戦いみたいなのチャーリー・マニエルの次の4番でもうぶつけ合いみたいな感じやったぶつけ合い田淵さんが西武の4番打ってたりしてるしてます、はいねはい、あの時近鉄の4番が栗谷さんオープン戦で田淵さんにぶつけたら栗さんにぶつけ合いぶつけ合いでほんなら東尾さん出てきたら次は誰の番じゃいとか言うもう本当俺も面白い時代ですねすごい俺ルーキーやぞ俺もう勘弁してくれんじゃん3連戦やったら必ずなんと1回は西武球場でだからいい思い出一切ないの終わったらこの辺血だらけ行かないと怒られるしね行かないと怒られるならもう後ろからうわーって足あ蹴られるんですね、うん、広橋さんにもよう蹴られた広橋さん西岡さんねあすごい、うん、すごいな、でも栗橋さんバーンって当たっても行かない怒らない普段あそうなんです普段は怒らないけど、うん、どっか切れたら怒るんだよ怒ったら手つけられるお店行きたいですねなんでスナックやってるんでしょうね行きたいですねスナックスナックは現役の時からやってたよあ現役じゃないか、うん、現役の時から、うん、やってお客さんよ殴ってた表出ろって偉そうに言う客はデッドボールで怒らないのにお客には怒るんですねそう怒るんですよ何なんですか面白い人ですね男の筋を間違ったらもう怒られたそうよだからあんまりにも当てられてもおとなしいからあの岡本監督が次当てられた行けと、うん、絶対行けお前舐められとんねんとか言って高橋直樹さんのカーブ当たっちゃった曲がりすぎて、はい、で行け言われてるもんやから思い出したみたいに言っちゃったよなもうみんな行き足がみんなこんななってカーブやしずん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 なってほんであのブルペンで投げてる抑えのエースの鈴木康二郎さんで王さんのホームラン打たれてヤクルトが近鉄来た人がシンカーで抑えのエースやってブワーって出てきてバーンって殴ったらそれ肘伸びちゃった曲がっててシンカーでそれのままそのまま引退まで伸びて投げれなくなっちゃったネタっすかそれマジやねんこれマジやねんあの安二郎さんがおとなしそうな顔して一番怖かったやんブワーって出ていってあの西武のあの今もサードあのブルペンあるやんか抑えのエースやから8やって7回ぐらいであっとやとブワーッ
でバーンこのままこのままこのまま漫談じゃねえ漫談このままこのままや進化武器やのにもう投げれない投げれない伸びちゃったから空振りしちゃったやすごいな昔の乱闘ってほんと血がいっぱい出てたもんやりましょう今の話栗橋伝説一本作りますよいしょお互いどうもありがとうございました、うん、アスリートのために作られた減らさず控えず落とすという新発想糖質 45% カット炊飯器ロカボ強くなりたい今よりも上を目指すから大きくなれる世界で戦うアスリートを目指すみんなの味方成長期応援サプリメントセロビル